こんにちは。と、まってっす。さあ、今回なんですけど、今日は緊急で動画撮ってます。次のイベントが、なんと、エヴァンゲリオンコラボ決定！ということで、最高ですね。超個人的な話だけど、今までで一番好きなコラボだね。コナン君よりも好きだね。まあ、今日はそんなに分かってないんだけど、まあ、軽く次のエヴァコラボの話をしていきたいと思います。でこれかな。まず、プニプニとエヴァンゲリオンコラボ16日から31日までね。まあいつも通りかな。あ、右に出てるね。シンジ君と綾波レイ、後ろがマリとアスカだね。まあこの辺はもちろん出てくるという感じで、プニプニな姿に大変身。マジで来るんだね。みたいな感じで、コラボが確定してて、で、公式の人が、あれかな、動画出してるんで、じゃそれ見るね。3、2、1、GO! 音がいい。エヴァの音だ。エヴァンゲリオンのコラボが開催やん。うん。で、ここはどこやん。お、にゃにゃ、まあ、後で言おう、後で言おう。クニッとパズルをつなげて、おい、必殺技をしとる。おい、お見舞いするにゃんよ。エヴァ初号機覚醒。クニクニ、イベントは12月16日から。なるほど。ログインで0と0号機がもらえるにゃん。ログインボーナスくんや。ねってことで、今の動画で分かったことが、まずこれだよね。このなんかマップ出てるやつ。で、これが右下ね。おはじきだね。やはり。コラボといえばおはじき。おはじき確定だね。で、このボスが封印だね、これ。で、第10の使徒って書いてるから、ゼルエルだっけな、確か第10の人ってゼルエルだよね。ゼルエルが、封印の強敵のボスと。で、左上にキャンペーンって書いてるから、これあれだね、見覚えある人多いでしょ。あ、なんだっけ、俺の召喚キャンペーンみたいなやつ。あの、友達を招待してね、なんかコインとか、ワイポイントとかもらえるやつね。これもあるっていうのが、まあ、これを見てわかるかな。はい。楽しみだな、これは。で、まだそんなわかんないけど、なんかね、トリプルゼータのシンジ&初号機覚醒をプレゼントみたいなのを、公式の、あれがツイートしてたので、このシンジ君がトリプルゼータだね。これ確定だね。シンジ君トリプルゼータ確定。で、多分封印のゼルエル。第10の人のやつね。あれは封印の強敵だから、まあダブルゼータでしょ。まあそこは今、まあほぼ確定してるかな。うん。シンジ君なんか、さっきのやつだと全消しっぽくね。プニ全部消えてたよね。プニ全部消えてたっぽいよね。はい、ってことでこんな感じで、カオル君は出ないのかな。俺一番好きなんだけど。第2弾か。ワンチャン追加ガチャもあるよね。そこは期待したいなと思います。はい。今日はかなり短いけどね。まあ、わかってるのはこのぐらい。あさってかな。あさって水曜日にいつもの短いやつでね、必殺技とかイベントの細かいことわかるんでね、ぜひチャンネル登録して待っておいてください。エヴァコラボ楽しみに待ちましょう。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。